はい、こんばんは。中3の社会、今日やっていきますね。栃木県の公立過去問から、まあ、公民の部分をそれと拾い上げてね、確認したいなというところではございました。はい、ではね、行きましょうね。まずはね、話題としては、まあ、経済のところの話題ということになります。まず1番ですね、はい、経済活動の規模を測る尺度として用いられる国内で一定期間に生産された財やサービスの付加価値の合計を何というかということなんですね。まあ、一定期間というのは基本的には1年間ということになるんだけれども、その国内、日本、例えば日本国内で、ある1年間の間に、ね、生産された財やサービスの付加価値の合計、はい、これでね、この経済活動の規模を測ったりすることができるわけなのね。はい、まあ、漢字、5文字で書く場合、それから、アルファベット3文字で、ね、書いたりする場合と、ね、いうふうにあるんだけれども、はい、じゃあね、まずどう答えていこうかということになりますですね。はい、これね、国内総生産というんですね。はい、国内総生産、またはアルファベットでは、GDP、ね、なんていう風な言い方があります。まあ、特に指示がなければね、どちらの言い方でもいいと思うんですが、この1年間、まあ、ある一定期間の、ね、生産された財やサービスの付加価値の合計のことですね。はい、これで経済活動の規模を測ることができるんだということでした。国内総生産 GDP、 日本、あとニュースとかね、まあ、見てたりするってと、まあ、こんな言葉もね、時々出てきたりもするんじゃないでしょうか。はい、で続きましょう。好景気の時ですね、景気がいい時ですね。はい、日本政府または日本銀行、まあ、日銀ですね、は公開市場調、公開市場操作を行う。公開市場操作を行うのはどっちでしょうね。国なのかな、それともまあ銀行の方、日銀なのかなっていうようなことですね。はい、そうしますと、これはね、はい、こちら日本銀行なんですね。はい、日本銀行が、まあ、好景気だと、まあ、不景気の時もそうだけれども、公開市場調査、公開市場操作っていうのを行うのは日本銀行、日銀なわけですね。はい、じゃあ公開市場操作を行います。はい、そして国債などを景気のいい時ね、好景気の時は売るんでしょうか、買うんでしょうか。売ったり買ったりすることで、どちらかをすることで、一般の金融機関の資金量を減らすということですね。つまりその金融機関の持っているお金を減らしたいんだということ。景気のいい時はお金を引き上げたいんです。引き上げるためには買ったらいいんだろうか、売ったらいいんだろうか、ね、いうことですよね。どちらだと思います？はい、そうしますと、これはね、答えとしては、はい、売るんですね。売るんです。例えば、物を売ります。ね、売ることによって、まあ、じゃあ、例えばこのペンを100円で売ります。売ることによって、相手から100円をこう、引き上げるというか、で、回収することができますよね、お金をね。はい、ですから、ね、日銀としては、ね、その国債などをね、こうね、売るんです。売ることによって、金融機関の持っている、まあ、銀行等々ですね、一般のね、銀行等々の持っている資金量を、まあ、引き上げるということで、資金量を減らすということですよね。逆に、不景気の時っていうのは、まあ、公開市場操作は、まあ、ね、日本銀行が行いますけれども、逆に国債などを今度は、買ったりするのね、買うことでお金を支払うわけですね。支払うわけで、その資金っていうのを一般の銀行の方にね、今度はね、もたらすというような、そんな流れになるのかなということでした。はい、ですので今回はその好景気の時ということだったので、国債なんかは売るんです。売ることで、資金を減らしていこうというような、そんな流れになるんだねということでございました。はい、それから最近話題のこれですよ。2015年、まあ、2015年と言っちゃうとね、結構ちょっと前の話かな、もう 10年も前じゃないけどね、10年近いもうね、前の話になりますけれども、国際連合は何な開発目標である SDGs、ね、ということですね。2030年までに達成すべき17の目標っていうやつですね、 SDGs ね。はい、これね、なんていう言葉、何な開発目標っていうことですよね。はい、そうしますと、ここでは持続可能ですね。はい、持続可能な、はい、持続可能な
はい、開発目標である SDGs というものをですね、はい、採択。さらにはですね、温室効果ガス削減に向けた新たな国際的な枠組み。それまでは、京都議定書っていうのがね、まあ、あったんだけれども、新たな国際的な枠組みとして、なんちゃら協定っていうのね、はい、これ、はい、パリ協定というものを採択していったということになるわけです。ね、はい、ということで、まあ、いわゆるこの SDGs 絡まりのね、話題っていうのは、まあ、この社会だけじゃなくてですね、まあ、去年のね、公立の、群馬県ね、問題にも出てきてます通りね、まあ、話題としては、このやっぱり SDGs とかパリ協定っていうのがね、非常に出題頻度としては高いところになってくるんじゃないのかなということではございました。はい、それから次ですね、為替相場のお話です。はい、A 社は1ドル150円の時に1台150万円の車を日本からアメリカに輸出した。ね、150円ってね、ちょっと前にあったんですよ、150円ね。はい、1台150万円の車を日本からアメリカに輸出した。この場合、1ドル100円だった時と比べると、アメリカでの販売価格は高くなるんでしょうか？低くなるんでしょうか？そんなため、A 社にとっては有利なんでしょうか？不利なんでしょうか？っていうお話ですね。じゃあそもそも、円高とか円安とかっていう話、もう一回ちょっと確認しておきましょうか。そうすると、例えばですね、今、じゃあこれ、1ドルが150円と1ドルが100円っていうのが、まあ、ここありますよね。はい、どっちが円高、どっちが円安なんですかっていうことですよね。そうすると、おぉ、100円って150円かってね、150円の方が高いな、100円の方が安いな、おぉ、じゃあ150円円高、100円円安、さあさあ違うんですよね、っていうことでしたね。円の価値ということで考えていくと、例えばじゃあ1ドルと交換する。1ドルと交換するときに、ね、150円出して1ドルと交換できる。対してこちらは100円出せば1ドルと交換できるということ。ね、はい、円の価値を考えたときに1ドルと交換するときに150円の方が100円のときよりも50円多く出さないと、ね、50円多く出さないと1ドルと交換することができないとなると、はい、円の価値としてはこちら1ドルが150円の方が、価値が安くなってしまうんだね。ですからこちら円安と言います。はい、こちら円高というふうに言っていくわけだね。ですから今回は100円と150円とね、比べまして、比べますと100円の方が円高、150円とか円安ということですね。最近はもう円安ということでね、まあ、131円とか2円とかっていう話になってるのかな今ね。はい、そんなわけでね、結構あとはね、そんな絡まりもありで、物が高い、ね、物価高っていうようなね、そんな流れにもなってますよね。はい、じゃあまあ戻りますと、その、じゃあ1ドル150円の時に1台150万円の車をね、輸出したんですよ。100円の時と比べて販売価格ってどうなると思います？高くなるのかな、安くなるのかなっていうことですね。はい、ですからちょっとパチパチとね、計算するんです。はい、じゃあ1ドル150円の時に150万円の車、そうすると何ドルですかね、150万円ね、こう150万円を150で割ると、これ1万ドルになりますかね。はい、ですので1万ドルなんですよ。はい、1ドル150円の時は、アメリカで、ね、売るには1万ドルで売ることができるわけですね。どうしよう、じゃあここどうこれ1万ドルね、1万ドルね、はい、150円の時ね、150円の時は1万ドル。はい、対してじゃあ100円の時、1ドル100円の時に150万円の車を輸出して売ろうとすると、100円ってことはこれ、1万5000ドルになっちゃうんだね。1万5000ドルになっちゃうんだね。はい、ということは、はい、現地で、例えばアメリカで、もう売ろう、この車を売ろうとした時に、1ドル150円の時に輸出した時は1万ドルっていう値段で売れるんだけれども、1ドルが100円の時だと輸出すると、1万5000ドルっていう値段になってしまうんだね。そうすると、じゃあこれだ。アメリカでの販売価格はね、100円の時と比べるとね、150円の方が、はい、
安くなりますよね。1万5000ドル、100円の時、150円の時1万ドルです。ということは、安く売れるっていうことはですね、同じものがですよ。同じものが安く売れるってことは、A 社にとってはね、よく売れるわけだね。同じものが安く売ったら、それはみんな買いますよ。まあ、みんなは買わねえかもしれないけどね。はい、ですので、A 社にとっては有利になるということなんだね。はい、ということで、まあ、よく言われるのがね、この円安、円安、円安になると輸出産業は有利だというふうに言われますね。というのはこういうことさ。ね、はい、現地価格がね、まあそのね、まあ、円安の方が安くね、売ることができるからということになるわけですね。逆に円高になってしまうと高くなってしまうので売りにくくなるということですね。ただ逆に円高だと今度は海外のものをね、日本からこう輸入する際にはですね、これ安く買ったりすることができるっていうんでね、まあ、これもこれでね、まあ、いいところはあるんだけれどもね、まあでもやはり過度の円高円安というのはやっぱり良くないのかなということになりますね。まあほどほどがよろしいんでしょうかということでございました。ということで本日ね、栃木の過去問を使いまして、公民の部分をまあちょっとこう拾い上げて確認してみましたということでございました。はい、それではまた。